フルーツメイトチャンネルをご覧の皆さん、どうもキディでーす。シャッ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 シャー。というわけでね、はい、2月12日に僕たちのニューシングル「エミット」が発売しまーす。今回の作品はですね、1年半ぶりのシングルということなんですけれども、1年半、まあ、ライブばっかりしたんですけどもね、まあ、ライブでこう培ったり、まあ、日々ね、音楽は思いつくもので、ね、そんな中こう思いついたものを1年半かけて1曲に詰め込み、さらにね、さらに思いついたやつをまた残りの8曲に詰め込み、なんだそれ、本当にもう濃ゆい内容になっておりますよ。はい、というわけでですね、ほんと渾身の作品なんですけども、まあね、大事なことはでかい声で何回言ってもいいんじゃないかみたいなね、まあ、なんかね、ビビっちゃってできないことってやっぱ多いじゃないですか。でもそれで損することって結構あったと思うじゃん。みんなもきっとそうだと思うんですけど、僕はいっぱいあったので、まあなんかね、余計な気遣いとかしないで相手が喜ぶことだったら言っていいんじゃねえのっていうね、そういうことを、まあね、でかい声で叫びたいなと思って、今一番叫びたい、愛してると言ってほしいとね、愛してると言ってと、そういうサビでねお送りしておりますがね、はい、そんな僕たちキリはですね、ツアーを回るんですよね。そうです、この CD をね待って春ツアーを回るので、うん、詳しくはホームページなどをチェックして、はい、ぜひライブに遊びに来てほしいと思います。はい、よろしくお願いします。というわけで以上、キリでした。バイバーイ。